日本の教育の基本は手張りと言えます学校時代は先生の言うことをきちんと守ることそして卒業と同時にそれを破り新しい自分へと離れていくということです学校は一つの踏み台であり先生はステージなのです 人は先生を超えて生きていかねばならないのです。学校は教育という通過儀礼を行うところで、教師は生徒を導く役割をしているのです。教育が終わったら、その後は自己責任の世界です。教師を恩師として称えたりしてはいけません。 教育とは不完全な人間が不完全な人間に教えることです。間違いはたくさんあります。その修正は自分で行わなくてはなりません。学校教育は一つの方法であり、完全なものではありません。自分の生きる道は自分で開拓していくのです。 多くの先人たちはそれを行ってきたのです人生は短く活躍できる時間は限られています与えられた時間は約40年間定年そして年金生活までの時間です